はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファフィーと申します。今日もドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。前回、ゾーマ城であアイテムを全て回収したので、今回は、本来であれば、ゾーマを倒しに行く予定だったんですが、裏の作業をやる時間があまりなくてですね、結構休みで久しぶりにこう親戚が集まってきてるんですけど、それはそれで意外と時間ないなっていう感じですね。でですね、ちょっと時間あるときにですね、レベル上げやっちゃおうかなと思ってですね、すいません、なので今回は一応作業をして終わって、でゾーマ城行こうかなっていう感じですかね。次ですね、今回はダラッとなんですけど、例のリムルダールでレベル上げにちょっと挑戦してみたいと思いますね。準備するのは、毒針は渡しておきたいですね。家で。3、2。渡すだけ渡しておきましょう。で、アイテムはこんなものかな。あとは、呪文の、ドラゴラムと、メダパニあたりでいけるんじゃないかなとは思ってるんですけど、よし、これで口笛吹きながら、なんていうんですか、はぐれメタルを待つみたいな感じでいいかなと思うんですけどね。経験値もそこそこ高いと思うので悪くはないとは思うんですけどね。ここは定番のイメージなんですけど、皆さんどうですかね。結構キメラもダースリカンともいい感じでメダパニが入るので、倒しやすいのもあるんですよね。よしよし、いいですね。素早さの種、力の種とか落としそうな感じですけどね。が吹きにくいな。来ましたよ。作戦全員命令させろ。で、戦うで道具の配り装備で攻撃しましょう。で、ファッフィーはやれることがないので、適当にポジャの剣で撃って撃しましょうか。で、ファッフィーはですね、呪文でドラゴラムいきましょうか。で、ここは。ないな。そうか。そうなるとここは意外と賢者はないんだな。そうか。魔法使いがやっぱそれだけ向いてるってことなんでしょうね。じゃあですね、どうしようかな。振り込みした方がいいような気もしますね。直寄り無視を振り込みますか。255なんでしょうかね。これで一旦は。隠れメタル B が残りますね。これ厳しいかな。攻撃、攻撃かな。こんなもんですよね。はい、つらいな。連発か。ラッキーっちゃラッキーですね。呪文でドラゴラム攻撃としましょうか。こんなもんでしょうね。はい、じゃあいきます。出るのは出るんですよ結構。全員で命令させた場合それはいいんだ。戦う道具で、ここは炎のカメラ直して、で、違う作戦でバッチリに直すと。で戦う、ちょっとやり直すのがちょっと辛いところですね。
できればこう、なんていうんですかね、まあ、3体いっぺんに倒せるということはまずないと思うので、まあ、それがあるとすればやっぱパルクンテですね。結構毎回悩むんですけどね、これやるときって。メダパニがいいのか、ドラゴラムがいいのか。ドラゴラムがいいのはですね、まあ、2ターン目終わったときに、2ターンの行動が終わって、まあ、大体、なんか素早さ落ちてるような気がするんですけど、ちょっと詳しくは分かんないですけど、2ターンの目のあの、まあ、ドラゴラム使った人に、回ってくるとこまで逃げてなければ確実に倒せます。で、メダパニがいいのは、まあ、あのかかれば、その、敵が攻撃すると、あの、あれなんですよね、なぜか、あの、守備力貫通しちゃうんで、あの、はぐれメタルも一発で倒してくれるんですよね、大体ですね。あの、あと、キメラの炎とかはですね、あの、入るんですよね、確かちゃんと。あと、パルプンテがいいのは、あの、当たりは、こんなにたくさんないんですけど、当たりを引くと例えば会心の一撃しか出なくなるとかですね、あの、まあ、もしくはもう一発で砕け散ったで、あの全て倒してしまうとかですね、まあ、そういうのができるので、この辺りはやっぱりあのあれのいいところですね、あのパルコンテのいいところですね、どうですかね。あとですね、ここ以外でいうと、あのルビスのあの塔ですね、あそこの1階なんかも結構やってた記憶はあるんですけどね。あ、いいね。じゃあこれは全員で命令させて、戦う道具バリスを切り替えて、はぐれメタル、攻撃はぐれメタル、で呪文はドラゴラム、で呪文でメダパニにしましょう。あ、で、窓ハム。いいね。ここで A は残りますね。あ、逃げた。あれ、よし、かかった。うわー、そっちか、うん。これはちょっと厳しいかな。あー、逃げられた。あー難しいですね、今回は倒したかなと思ったんですけどね、意外と倒せないですね。しかしあのドラゴラム強いのは強いですね、毎回メラゾーマですからね。ま、戦うで、で炎のメラ直しましょうか。こっちが、作戦バッチリ頑張りに変えます。かな。ちょっと気になるのはあのそれ以外が出た時の経験値はちょっと気になりますね。いいぞいいぞいいぞ、これはいいですよ。戦うで。B、攻撃、呪文、これは当然ドラゴラム、呪文でメダパニはできないからしましょう。いいよー、一匹倒しました。逃げないでくれ、逃げないでくれ、逃げるか。そうなんですよね、はぐれメタルスライムはそんなに逃げないですけど、はぐれは2ターンいることってかなり振り付く気がしますね。うん、33。レンボールか、レンボールは透明になるやつですね、いらないです。あ、いいですね、これも悪くない組み合わせですね。攻撃、攻撃で、呪文、ドラゴラム、まあ、もうこれはもう、まあ、どっちかっていう感じでいきましょう。ダースリカントにします。いいよ、逃げない。ドラゴラム入った。メダパニ、いけ、効かないか。
攻撃呪文メダパニでペナしましょう。あー逃げた。なんかダースリカントの方が混乱しやすそうなイメージありましたけどね。残ってるし、えい、ただそのルビスの塔に行った場合ってそうなんですよね、回復ができないので、まあまあ別のリレビとルーラで帰ればすぐそこなんで、そんなに距離走るわけじゃないんですけどね。攻撃じゃない、違う、これがちょっと面倒ですよね、装備変えるのがですね。なんか全体攻撃できるようなこう武器というか、こういう魔法アイテムを持ってればそのまんま行くんですけど、よくないなこれ。全員バッチガン、これですね。意外とはぐれメタル倒すの難しいですね。結局なんかやってるのって意外とあれが多い気がしますね。まあ、レベルが41か2で覚えるんですけど、まあパルプンテですよね。魔法使いのパルプンテ連打が多いような気がします。だから3体ぐらいいたら1機ぐらい2ターン残ってくれてもいいのになって毎回思うんですけど、大体いないですね。ほぼ逃げますね。ドラグラームで倒せることって意外と少ないんですよね。で2ターン目で先制することってまずないので、ちょっとまあ気分変えて前ら行ってみましょうかね。ここからこっちの、まあまあすぐそこはすぐそこなんですよね。なんかただちょっとまあ敵のパターンもなかなか強めではあるので、ちょっと危ないのは危ないですけどね。いいね、よしよし、まあでもこの辺りまで来るとまあ基礎経験値も高いので、あんまりはぐれメタルにこだわりすぎるのも良くないかなとは思うんですけどね。あ、でもやっぱり1万は魅力ですよね。ここでもいいのかな、別に。アロベータ。こういう、この柄のやつだと、大抵ろくなことないですよ。かないかも。じゃないですね。ここでいいんなら結構楽ですけどね。入り口。ああいいですね、いいですね、出てますよ。じゃあ作戦全員命令させるで戦うと毒針、攻撃、呪文、ドラグラム、呪文、エダパニ、サカンパピ。でもおーナイスー。ああ逃げた、あ、いなくなった。ああちゃんと効くんだ、サタンパック。でもこいつなんかメラゾーマかなんか使うんですけど、なんか魔法使って結局ダメージ与えられないとかありそうですよね。割と起きちゃった。へい、まあまあいい感じじゃないですか。幸先いいですよ。あ、そしてレベルは上がらない。エイジキメラ強かったですね、そういえば。戦う道具、炎のメラソーリで作戦。全員バッチリ頑張れ。戦う。あ、まあそうか。うわ、マジか。そう、なんで逃げんの？なんだよ、それ。そうなんですか。なんか逃げるイメージなかったですけどね、明治キメラ。経験値結構高いんだな。パピ上がりましたね、ヒットポイント。おお。モシャス、まあ、モシャスは結構勇者モスシャスとか結構使ってた記憶がありますけど、別のシリーズだったかな。あ、いいですねこれ。じゃあ戦う、違う作戦、
ね。これがちょっと辛いところですね。オーブオーバービー暴れめた。まあここはもうドラゴラム、で10目玉にしようかな。エチキメラ、まあ逃げるよね。行かないか。はい、そう。メタパニ返しされました。かわすね。メタパニがなかなかやらしい。あ、経験値はどうすかね。似たようなもんなのかな。これ直しましょう。で、作戦全員バッチ頑張れて戦う攻撃。はい。わあ、やるね、メタパニ。さっき、まあ、メラでよかったんですけど。OK。よしよし。どうですか、まあ、レベル40ぐらいがまあクリアレベルなイメージはあるんですけどね。できなくもないような気もしますが、なんかすごくダメな感じしません。一応やりましょう。ビ、隠れメタル、ゴー、隠れメタル、ジュー、ドラゴラ。これはほぼ意味ないな。ドラゴン。かわすのか。まあいい、残った。メタバレ聞け。行かない。で攻撃攻撃呪文目玉に、うわー逃げちゃったよ。効くのは効くんだな。なかなか難しいですね。渋くレベルが上がりましたね。リンゴさんか。あ、でもまだまだリンゴさん成長しますね。結構伸びてますよ。あ、ダメダメ、これはダメ。戦う。あ、違う違う、さっき。これ。あ、違う、あ、違う、これ。まあ、この辺もあるんで、あんまり、録画でやるべきじゃないかなって思ってたのは事実ですね。あ、結構上がってましたね。なんかでもあんまり敵の量も大して出ないので、美味しいって言われたら別にって感じですよね。こいつもなんか2体で1000いかないですし、やっぱり向こうの方がいいのかな。まあはぐれメタル一切もう無視するんなら、あれでもいいような気しますね。ゾーマ城ですね。ちょっとまあ気分いろいろ変えてみましょうかね。違う違う、パーフィーで、リムルダールでいきましょう。なんだ、ここは魔法が使えないのか。で、忍び足でいきましょう。まあでも本当昔コントローラーがバカになるぐらい左右左右って湖で動いてたんですけどね。全員で、あ、違う違う、攻撃、呪文、ドラゴラム、ダパニライから攻撃。そう、本当に逃げるなら出てくるんじゃねえよって思っちゃいますよね。まあ、でもワンのメタルスライムとかも大概でしたからね。本当、会心でないとまず倒せないんじゃないかっていうぐらい強かったですけど、戦うと、デフォルトな。で、作戦で、全員パッチ、頑張れ。よし、いけ。あと、なんていうんですか、疲れてる時にレベル上げすると、ついついトロトロしちゃいますよね。まあ、それもちょっと気持ちよかったりするんですけど。
1300、まあ、この辺りはちょっとあの何ていうんですかね、上の世界でもあのバラモス城で出てた敵なので多少ちょっと低いのかもしれませんね。ここでこちらの剣ってバギー来るのかな、あたりもちょっと知っておきたいですね。あのどんな魔法が入るのか、特にあのパフィーはいろんな強力な魔法が使える装備を持ってますから。誘惑の剣とかも取ればよかったかな。いいね、うまくスタミナのパーネなんだ。じゃあどうしよう、他に使いましょうかね。スタミナはもう使っちゃった方がいいでしょうね。他は賢さの種はそうですね、パフィーに使いましょう。わからないっていうね、もう本当に本当に引きが弱い。あの昔は本当セーブして絶対やってましたけどね、1ポイントたりとも出したくないみたいな、あの3が出るまで待つっていう感じで、ヒットポイントのあの体力命のキロメートルが6でしたから、おいなおなとか来る、いけ。え？よしよし。単体は本当ちょっとひどいですね、これ。よし、OK。では、ここで満タンして。ドラゴンテールに装備を変えておきましょう。で、パピーは、良いね。P 賢者の石も出してるんでいいかな、これで。あ、で賢者の杖を渡しましょう。みかんさんに渡しておくと。装備はしない。で、みかんさんに口笛を吹かせる。ここはもうあれがないので、あのはぐれメタルないので、もう装備の交換とかが一切いらないですね。ゴリゴリのゴリさんでパワーで戦うだけっていう感じですけど、現地今の2体だけで1582か、悪くはないですよね。ちょっと数が出てほしいなとは思いますけど、もうちょっと下に行った方がいいのかな。それするんならなんかありそうな気するけど、これは、じゃの剣もう一回使ってみましょう。さっき全滅させましたよね。ドラゴンはなんかザキ系に弱いイメージあるんですよ。火を吐くからですよね。壁面みたいですね。マヒャド。だけちょっと邪魔かなという感じですけどね。近おおやれた、そうおナイス。そうか、2つの杖持たせた、持たせた。そういえば全部拾ったので一回アリアハンにも行ってみてもよかったかもですね。なんかすいません、いろいろ言い出しますけどね。ただなんかあんま稼げるかって言われると稼げるほどじゃない感じしますね。少なくはないですけどね。それでもまあほんと1500ですから、まあ何回か戦闘すれば十分あのはぐれメタル分はもらえるわけで。もまあ大したことはないですね。1回の戦闘速度はなかなか速いんじゃないですかね。えい、ただなんか大きく稼げるやつがドラゴンが一番多いぐらいですかね。あ、これはいいんじゃないですか。
これどうしようかな。こちらの辺どうしようか。どうしても王者の剣を使ってみたい。ベギラム。ああ、こいつはギラ系は入るってことですね。ワンがなかった。ハミーちょっと遅いんですよね。3100。まあまあ、まあでも、あんまり出ないですよね。だいたいこのセット多いですね。バルログ。まあ、もういらないかな。倒してほしい。まあ雷神の剣は入ると思うんですね。いいね。結構寝ますね。あ、入りますね。まあベギラゴンとあんまりダメージ変わんない感じでしたけどね。え、結構わかりましたね。来たベホマラ、ドラゴラムも来ました。これでドラゴラム2本でいくか。まあでも結局ドベだと思うんですよね、ドラゴラム使うと。でではどうしようかな。しっかな。魔法入りそうな感じしますね。まあ、あれ。おえ。いいね。えい。ああ MP なくなったのね。早くドラゴンをどうにかしてほしいな。OK。 ちょっと戦闘時間結構今かかってましたね。戦う、これは王者の剣かな。キャドルなんでしょうね。キャドル、当たる。もう、切りは使うんですね。え、知らない。そしてヒャダイン。よっしゃ、ない。キャドルコで良かった気がしますけど。OK。結構厳しいですね。やっぱりまあ、はぐれメタル狙った方がいいのかな。え、結構減衰しますよね。あのどっちもあの 2体目からはですね。夏場でも使いますか。どうだ。まあまあどちらも入るのでまあ良いでしょう。え、まあでもここはいや、まあ、悪くはないんですけどね。こんな感じでちゃんとレベルも上がりますしね。お、ベホマズン来た。ベホマズンは使わないんですよね。まあ一発逆転のベホマズンですけど。ですね、そうしたらですね、どうしようかな。38か、勇者。挑戦見してみても悪くはないんですよね。みかんさんがどこまで使えるかか。パピさんもメラゾーマ持ってるんで、もうどっちでもいい感じしますね。バイキルとメラゾーマ。このあたりがあればいいような気がします。ミカンさんは魔法が、まあ、ただ、バイキルとして、
回復ですよね。もうこれ完全にバイキルとベホマがあるので、もう、まあ、ベホマランもありますしね、まあ、他にもう必要ないと思いますね。必要な呪文はザオリク以外持ってますよね。ザオリクがちょっと欲しいかなとは思いますけど、誰か37ぐらいいるんじゃないですかね。では一回アリアハン戻りましょう。結構レベル上げって言ってレベル上げしに来たわけですけど、レベル上がんないですね、なかなか。いや、まあ上がってないわけじゃないですけど、2レベルぐらい上がりましたかね。他はもう基礎的に強くて、まあ経験値が多いって言ったら、まあちょっともうちょっと深い層に行くと、あの骸骨剣士なの地獄の騎士ですよね。あったとこやってた気がするんで、あと3枚か、なんかありそうですけどね。どうかな。まあでも今回結構きちんと取ってますからね、あんまり3枚も取り残しはないような気しますね。30分経っちゃいましたね。なんかさすがにこの配信で、配信っていうか、まあ録画で出すのどうなんだろう。まあ多分ちょっとさすがに撮っちゃったんであれですけど、もうワンチャン行ってみましょうか。あのそうだな、あのリムルダールの方に行きましょう。この辺りでもうワンはぐれメタルやって終わりにしましょう。よいしょ。あ、効かないんだ。あ、死なないんだ。ダスティカンとかザキ系弱いイメージですよね。寝ろ。ラリフはよく効くんですね。これワンからずっとそうですよね。こう思うとやっぱ最低経験値って結構大事なような気がしますね。そう思うとやっぱあの、まあ、あのルビスの塔の1階っていうのはありっちゃありですね。まあ、まあ、あるか、965のあのマクロベータ2体が一番低いのかな。カルボン。これはちょっと、雷獣の剣かな。ギラは確か効いた気がする。寝るの？え、ザラキは効かない。え、効くの？マジか。そうなの。どう見てもゾンビですけど、ザキ効くんだ。ちょっと新しい発見でしたね。びっくりしました。どうかな。もう一回ぐらいできればやってみたい気がしますけど。いいですね。はい、地味に耐性あるの、なんかちょっとホッとしますね。ほい、はい、でも意外なものが来たりするもんですね。ちょっとびっくりすることはありますね。まあ、ゾンビ系の一撃士とかって、あのなんていうか、聖なる攻撃とかは別として、特にあのザキ系が効くようなイメージはほんとないですね。面白いな。まだ発見がありますよ。何十年やってんのっていう話なんですけどね、ドラクエ3。いいね。出ない。お母さん、だって久しぶりじゃないかな、あの MP がなくなるほど戦闘したの。
か、まあ皆さんにあんまりこういう裏作業って見せてないので、あんまり見ることないと思います。あ、出ましたね。これをラストにしましょう。では作戦全員抜命令させろ。で戦う道具の毒針装備、攻撃、ハグレメタル、攻撃じゃない、もうないんだよな。でドラゴラ、あ、ドラゴラムできない。じゃあ攻撃ですね。あ、これ残念だな。まあ、こういうこともあるので、やっぱりちゃんと宿屋行っとかないともったいないな。これ配信出ないかな。お、通行もらったよ。代わりに割とでも入ってますね。しまった、無知だったのか。いや、そう、間違えた。危ない危ない危ない。よし、倒した。まあまあ一匹倒しました。これで、まあ、少しマシでしょう。キメラも攻撃がなかなか痛いんですよね。あ、うそ、あー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 、うわー、いやー、まあ、まあ、1万ですからね。そうだろう。うわ、しょうもな。しかも、いや、ダメダメ、なんかいろいろなんかおかしいぞ。ちょっと、ああ、やってしまった。集中力のなさよ。いろいろもうダメだ。ちょっと終わりましょう。これはダメダメダメ。うん、こういうのはね、もう絶対集中しないので。違う、作戦全員バッチリ頑張れですね。戦う攻撃、動けない、道具で100万円。はあ、まんま攻撃ばっかりしとけば終わったのに。あ、ショックだな。いや、まあここまでにしましょう。ちょっと一回ダーマに戻りましょう。よしよし。まあ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 、でも言うてですよ。少しレベル上がりましたから、1レベルから2レベルは今回言っても上がってますからね。よしとしましょう。1万もらってレベルが上がるかどうか分かんないですしね。いや、まあまあ、でも1万稼ぐのなんか、まあ言ったって10回でしょ、適当に戦っても。あ、そう思ったんですか。まあ2体倒してたらちょっと悶絶してもいいけど、1体ならまあ、いや、どうなんですよ、自分のミスだから。やっぱり悶絶はしますよね、今のは。しかも大体レベル上がりそうでしたね。上がるじゃん。いやー、ショック、出てたなー。なんか正月休みの方がこう疲れてる気がする。ほんとよくないな。いや、まあなんかすいません、ちょっとグダグダの回で申し訳ないんですけど、まああとまたちょっと間で時間見ながらもう少しレベルを上げて、まあそうですね、まあいずれにしてもちょっと次回は行きましょう。ゾーマ戦チャレンジしてみましょう。あんまり引っ張ってもなんでですね。まあ、ちょっと今回申し訳ない、なんかあんまり時間ない中で、なんとなく始めたレベル上げちょっと取ってみたんですけど、まあ、見ていただいた方本当ありがとうございます。一応タイトルにはきちんとレベル上げって書くつもりなのでですね。ごめんなさい。はい。あー、つらい。そうですね。まあ、でも大体今の、場所じゃないですかね。レベル上げでやるとしたら、ゾーマ城の中で、もう普通にシンプルレベル上げか、はぐれメタル狙いで、ルビスの塔、もしくは、リムルダール周辺ですよね。こう、まあ、その、場所として使うのが、一番効率的な感じはしますけどね。他あるのかな？
あとはあんまりダンジョンそのものがアレフガルドは少ない感じしますしね。あんま思い浮かばないですよね。他は勇者の洞窟とかもあれですし、やっぱルビスの塔でしょうね。平均的な経験値もなんか高そうな感じしますしね。いやまだまだちょっとショック受けてないです。はい。いや、申し訳ない。まあ、本当、まあ、新年早々なんかこう、もう、なんかこう、ちょっと寝落ちしそうになったりとか、ポカが多いですけど、まあ、ちょっとぼちぼちで進めていきますんで、まあ、いずれにしても本当、次回は、とりあえず、ゾーマに対戦を読みたいなと思いますね。最新部までは行ってますんで、まあ、そこまでもう行って、ボス戦をして、まあ、どれぐらい、いけるのかっていうのと、そうですね、まああと賢者の石持ってるので意外といけるんじゃないかなと思うんですけどね。どうかな。まあまあそうですね、ぼちぼちでやっていきましょう。それでは、今日のところはこれで失礼します。まあ、皆さんもお正月休みでゆっくりされてると思いますけど、まあそうですね、飲みすぎ食べすぎには注意しましょう。私はもうそれができなくなった人間なので、どちらかというと羨ましいですけど、まあでも本当お正月でもいろんな楽しみがありますしね。はい、まあ本当体だけ注意して元気にやっていきましょう、お互いですね。はい、では今日のところはこれで失礼いたします。まあ、皆さんどうもここまで見ていただいてありがとうございました。まあいいお休みをお過ごしください。でお休みじゃない方は本当ご苦労様で、ご苦労様で言っちゃいけない、お疲れ様です。本当なかなかですね、逆に苦しい時期かとは思うんですが、本当体に気をつけて頑張ってくださいです。はい、では今日はここで失礼いたします。皆さんどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。